高校を卒業してから20年後の同窓会、和気あいあいとした雰囲気が彼の一言により一変した。田舎の小さな大学ってマジか。格の違いが出たな。かつての同級生である深田がバカにしたように俺を見下す。今や深田は日本屈指の難関大学で教授になったエリートだ。どうやら教授たちとのコネクションを築き上げ、ここまで上り詰めたとのことだった。そして、今までの雪辱を晴らしてやったかのような得意顔を浮かべている。そうだ、高校の頃から深田は俺に対していつも対抗意識を燃やしていたのだった。俺が通っていた高校は、難関大学合格者を毎年何人も輩出することで有名な進学校だった。俺はその学内だけでなく、全国模試においても優秀な成績を収めていた。また、数学コンクールや物理コンテストでも表彰されていた。そんな俺をライバル視していたのが、クラスメートの深田だ。くそー、今度こそお前に勝ってやるからな。壁に張り出された成績表を見るたびに、深田が俺に向かって叫ぶ。俺は深田と競うつもりなんて毛頭ない。いつも絡まれていい迷惑だった。そんな俺の態度が気に入らなかったのか、深田はますます俺に突っかかってきた。俺が運動が苦手だと知ると、短距離走に挑んで俺にマウントを取り、歌が上手くないと知ると、わざとリードボーカルに俺を推薦して嫌がらせした。もちろん音楽講師からテストで不合格をしっかりもらい、俺はその他大勢として歌うことになったのだが、幸か不幸か、俺も深田もイケメンとはほど遠く、話術も優れていなかったため、バレンタインのチョコレート獲得数や付き合った人数で争うことはできなかった。何かにつけて勝負を挑んでくる深田を鬱陶しく思いながらも、その情熱は簡単に値するものがあった。だが、どうしても深田は学力だけは俺に勝てず、いつも悔しい思いをしていたのだった。高校卒業後、俺は東京の難関大学へ進学。ひしくもというのか、それを狙っていたのか、深田も同じ大学。しかも、同じ学部だった。俺たちは敵対関係にある教授のゼミをそれぞれ取り、争うように研究に没頭した。その後は、俺も深田も大学院に進学し、博士号を取得。終了後、俺は幸運にもゼミの教授からの口利きもあり、助教になることができた。一方、深田は終了後は博士研究員、つまりポスドクにつき、研究業績を積んでいきながら助教を目指すことになった。ここでも深田は俺に差をつけられたことに腹を立て、俺を校内で見かけるたびに難癖をつけてきた。そんな日々に転機が訪れた。母から連絡があって、祖母が腰を痛めたというのだ。祖母を引き取るか、母が仕事を辞めて祖母と暮らすのか、それとも毎週新幹線に乗って介護に行くか、家族会議が開かれた。俺がばあちゃんと一緒に暮らす。そう宣言した俺に、せっかく難関大学の大学院まで出て仕事に就いたのに、それを捨てるのはもったいないと誰もが反対した。だからといって、誰一人積極的に祖母の世話をすると言い出す親族はいない。正直、俺にとって大学の名前は大切ではなかった。
研究さえできるのであれば、大学でなく研究所だっていい。俺に大事なのは、研究に没頭できる場所があることだ。そのことをお世話になった教授に伝えると、彼は俺が大学を去ることを惜しみながらも、祖母の家の近くにある大学で教鞭を取っている教授に連絡を取ってくれた。大学は意外と狭い世界であり、何よりコネクションが重要だ。俺は紹介してもらった教授と会って話をし、30分もしないうちにそこの常勤講師として働かせてもらえることとなった。現在は准教授として教壇に立っている。そんなある日、SNS でつながっている高校の同級生、重森からダイレクトメールが届いた。同窓会を開催するという。こちらに引っ越してきて以来、同窓会には顔を出していなかった。研究が忙しく、ここから遠いからということもあったが、すでに俺の両親が他界して実家もなく、戻る理由がなかったからだ。普段なら断るところだが、ちょうどその2日後に東京に行く用事があった。ちょうど研究が一段落し、大学の休みとも重なっている。せっかくだから同窓会に顔を出してみるかという気になった。同窓会の会場は都内の一流ホテルの宴会場だった。かつての同級生たちは俺とは違って都会で精力的に仕事をしていることが伝わるようなギラギラとした空気を感じた。おう、ようやく顔を出したか。俺に気づいた重森が声をかける。彼は俺と同じ大学の法学部を卒業してから2年後、司法試験に合格。都内の弁護士事務所に勤めていたが、一昨年独立して事務所を立ち上げた。田中と林もいるぞ。田中は大学病院勤務、林は税理士をやってんだ。重森が紹介してくれる。さすが進学校出身というか、他にも国家公務員や政治家秘書などに同級生たちはなっていた。昔話で盛り上がっていると、珍しい顔がいるじゃないか。深田が声をかけてきた。松本、お前うちの大学辞めた後、田舎に引っ込んで小さな大学で教えてるって聞いたけど、まだ続けてんのか？そこには明らかに俺をバカにした雰囲気が漂っていたが、俺は臆することなく答えた。ああ、研究に没頭させてもらえるし、いい環境で働けて感謝してる。すると深田が高笑いした。田舎の小さな大学って、格の違いが出たな。その上でマウントを取ってくる。俺は現在難関大学で若くして教授になったエリートだ。あれから助教になって教授たちとのコネクションを築き上げ、ここまで上り詰めたんだ。どうだ、悔しいだろ。今までの雪辱を晴らしてやったかのような得意顔を浮かべている。お前が何度も俺に連絡を取ろうとしてきたのは知ってたぞ。だが今さら戻ろうったって遅いんだよ。あの時大学を辞めたことを後悔してるだろう。どうやら深田は勘違いしているようだ。いや、後悔はしていない。祖母と一緒に過ごせた最後の時間は何にも代えがたい大切なものだった。深田は期待していた返答が得られず、顔を真っ赤にした。田舎の落ちぶれもんはさっさと帰れ！持っていたグラスを思いっきり俺の顔に浴びせる。
あまりの出来事に周りがあっけに取られる中、重盛が俺にハンカチを渡すと深田の前に進み出た。水をかける行為は刑法第208条の暴行罪にあたる。ここに目撃者もたくさんいるぞ。実際に暴行罪として成立するかどうかは別として、その脅しはかなり効いたようで、深田がひるんだ。もういいよ、俺が帰るから。同窓会に参加したのは、ここに来れば直接深田に会えるからという理由も一つだったが、これでは話にならない。俺はみんなに謝るとその場を立ち去った。2日後、学会の会場に足を踏み入れると、顔面蒼白になった深田が俺に駆け寄り迫ってきた。お前、まさかこうなると知ってて、あの時余裕だったのか。今日、世界的に有名であり査読に厳しいと評判の学術誌に俺の論文が投稿された。実は学会のプログラムを見た際に、深田が俺と同じテーマの研究をしていることには気づいていた。まだ学術誌に論文が載るかどうかはわからなかったが、俺はこのことを伝えようと深田に連絡をしようとしたのだが、徹底的に無視されたのだった。どうやってここまでの研究を進めることができたんだ、そんな田舎の小さな大学で。俺が在籍する大学は田舎にあるものの、その研究施設は世界でも劣らないほど充実している。国からだけでなく、町おこしとして自治体や企業からも補助金をもらっており、研究員が少ないことから一人当たりの研究費が多くついている。そのため、俺は思う存分研究に打ち込むことができた。同じ分野で研究しているというのに、俺の大学や研究施設について深田は何も知らなかったのかと半ば呆れた。俺の説明を聞き、深田は愕然とする。俺は、限られた研究費の中、大学の運営やくだらない雑用に追われながらも、必死になって研究を続けてきて、ようやくここまで来たっていうのに、お前に先を越されたっていうのか。研究の発表はスピードとタイミングが何より重要だ。せっかく研究を重ねてきて、同じタイミングで結果を出したとしても、先に発表した方のみが認められ評価される。遅れた方は評価もされず、今までの研究はゴミとなる。だから俺はお前に何度も連絡しようとしたのに。俺の言葉に深田がハッとする。それから顔を歪め、会場を出て行った。深田は発表の時間になっても戻ってくることはなかった。ここで深田の研究を発表したところで、それ以上の結果を出して論文で発表した俺に勝てるはずがない。負けを認められず、深田は逃げたのだ。その後、学会の発表をすっぽかした深田は、そのことを咎められ停職処分となったそうだ。俺は学術誌に発表した論文が世界中で話題となり、国内だけでなく海外の講演にも呼ばれるようになった。また、かつて在籍し深田が勤めている大学からも招聘教授としてオファーを受けたり、いくつかの海外の大学からも教授にならないかと声をかけてもらった。もちろんありがたいことではあったが、俺はその誘いをすべて断った。この大学の研究施設で働くうちに、一つの目標ができたのだ。それは日本人の大学生が
海外の大学で研究する必要に迫られることがないような、のびのびと研究できる環境を作りたいということだ。現在の日本の多くの大学では、研究費を削られ、教授や派閥に気を使わなければならず、大学の経営や雑用を任されて研究に没頭できない。俺は未来ある若い研究者に研究に没頭できる場を提供し、育成したいのだ。その後、俺は研究成果を認められて施設長となり、目標への第一歩を歩み出した。そんな折、俺のもとを思いがけない人物が訪ねてきた。深田だ。今までお前に対して傲慢な態度をとってきてすまなかった。俺は才能あるお前に嫉妬していたんだ。それで、お前からの連絡も素直に受けることができなかった。その結果がこのざまだ。本当に申し訳なかった。深田は停職処分を受けた後に復職したものの、今まで懇意にしてくれていた教授や派閥の人間から煙たがられるようになった。尊敬してくれていた学生たちからも馬鹿にされ、見下されて大学に居づらくなり退職したとのことだった。確かに俺は深田より成績は良かったが、深田が誰よりも陰で努力し、勉強にも研究にも打ち込んでいたことを知っている。それに、深田の論文は俺とは捉える視点が違っていて興味深く、実は論文に載せたあの研究も、以前に読んだ深田の論文からヒントを得て成果を得たのだった。よかったら、この研究施設で俺と一緒に働かないか。ここなら、今までよりも研究に没頭することができる。深田の力を貸してほしいんだ。俺の言葉に深田は泣き崩れ、強く頭を何度も振った。こうして深田は俺の同僚となった。時には考え方の違いから口論になることもあったが、それは俺にとって大きな刺激となったし、新たな切り口を考えさせてもらえた。それに論文が認められ施設長になってからというもの、俺に対して反論する相手がいなくなっていたので、こうして議論できる深田は貴重な存在だ。これからも深田と良きライバルとして、仲間として切磋琢磨し研究に打ち込んでいきたい。そして、共に未来ある若者を育てていこう。そう思いながら、今日も研究施設で充実した毎日を過ごすのだった。